片足バランスレベル1です。まずは足を腰幅に広げてください。両手は腰に添えましょう。太ももの付け根とお腹の力を意識して足をしっかりと持ち上げます。この時に膝は腰の高さまで引き上げましょう。足が下がってしまったり上がりすぎないように気をつけて、体は丸くならないようにしっかりと胸を張っておきます。この姿勢ができたら10秒間キープです。また足を変えてチャレンジをしましょう。ではみんなもやってみよう。まずはお腹の力を入れて片足を持ち上げます。このまましっかりと10秒間キープ。よーいスタート。体がぐらぐら揺れないようにまっすぐキープして、背中は丸くなっていないかな。あと3秒キープです。3、2、1。はい、では足を変えて持ち上げたら10秒間、よーいスタート。背中が丸くならないようにしっかりとまっすぐ伸ばして10秒キープ。あと3秒です。3、2、1。はい、みんな上手にできたね。